はい、お待たせしました。山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしてますか？ようやく暑い夏が終わろうとしています。夏遊びの宿題、息子さん、お孫さんと一緒にね、手伝ってあげて、今必死にやってる最中じゃないですか？夏も終わりますね。はい、まあね、この夏もいろいろありましたね。いろんなことがありました。同時にいろんな体験もしてきましたね。僕はね今までね、勘違いとかね、誹謗中傷とかね、わけのわからない目によく会う人なんですよね。なんか不幸なことがしょっちゅうあるんですよ。今日はそれをまとめて話してみたいなと思ってます。まあ一番不幸ってなんだろうな。前ね、民主党が結構勢いがあった頃ね、埼玉県の県議会議員の民主党の議員が妖怪、埼玉百物語、というパンフレットを手にして、こんな金の無駄遣いをやってると。で、これの編著者を見たら、山口敏太郎というオカルト研究家という怪しい輩になってると。これはどういうことだと。県議会に山口敏太郎を召集すべきだっていう事件があったんですよ。それでね、まあその指摘というのは、妖怪が文化として認められないということと、もう一点は、まあ、日本史の年表を載っけてたんですね、そのパンフレットに。日本史の年表を妖怪図鑑に載っける、妖怪のパンフレットを載っけるって、まずいんですね。ちょっと今横で太郎が騒いでますけど。これはね、トラブルの元なんですよ。民族学とね、日本史学会で、昔から揉めてますよ、やめた方がいいですよって僕言ったんですよね。でも絶対に、乗っけるって言い張って、県の人が聞かなかったんですね。で、まあ、乗っけて発行したと。で、内容もね、埼玉県の妖怪の伝説を網羅した内容で、いい内容だったんですよ。それがボロクソですよ。だから、民主党と埼玉県知事の政治闘争に使われたんですね。それで、この山口を、県議会に招集すべきだとかいう話があって、どういうことですかって感じですよね。別に僕はそのね、県知事と面識もないし、埼玉県のね、与党さんとも全然お付き合いないんですけど、で、僕はね、監修とネタ出しやったんですよ。絵を貸してあげたりね。で、編集とデザインとは向こうさんがやるという形になってやったんですけど、まああれでしたね、歴史年表の件で俺が絶対譲んなかったんだけど、無理やり乗っけてしまった。で、乗っかるとも歴史学者が入ってくるんですよ。それ柳田国男の頃から歴史学者と柳田民族学者は喧嘩してるんですよ。こんなことはありえないって。いや、歴史的事実を言ってるんじゃなくて、民間伝承として残ってることを言ってるだけだからと。事実はまだ違うのは当たり前だと。そうやって人は、なんかね、その事実を補正して生きていくんだっていうふうに言ったんですけどね。まあそういう論争が昔からあったと。いや、それね、まあ、乗っけたのはいいけど、乗っけたら文字通りそれがね、トラブルの元になっちゃって。で、俺が乗っけたみたいな感じに言われちゃってね。で、乗っけた県の職員は放火無理ですよ。俺は知らねえ、みたいな感じで。ひどい話ですよね。いや、結局編集やってくれた人が、知事が変わってくれたのかな。埼玉県知事が、山口さんは監修とネタ出しをやってもらっただけで、特にそんな、ね、編集者として動いてるわけではないから、呼ぶのは適任じゃないというふうに言ってくれたんですけど、いや、本当おかしいですよね。
妖怪とは歴史の、妖怪と、ね、日本史は違うものだというのは当たり前なんですよね。ね、それをね、乗っけてしまったってのは僕はね、あれは痛恨の極みですよね。はい。まあね、そしたらね、その話をね、ツイッターで拡散するやつがいるんですよ。ニュースになっちゃってね、朝日新聞がニュースに書いちゃって、でも俺抗議の電話しましたよ。俺は関係ないというふうに父がちゃんと言ってくれたんで、修正してそこまで書いてくれと言ったんだけど、修正記事じゃなかったですね。もう朝日新聞は絶対取らないんですよ、あんないい加減な。いや、今度山口先生が新しい本出したら書きますよ、送ってくださいよ、なんて書いた記者はそんなこと、能天気なこと言ってるんですよ。勝手ですよね。まあ、それで、なんて言うんだろうな、インターネット上でもね、ボロクソに書かれましたよ。山口がすごい金もらって、その金で遊んでるみたいなこと言われましてね。いや、ほんと迷惑な話ですよ。いや、お金もらってたのはまたちょっともっと違う大企業なんですけどね。違う大企業がお金をもらって、その大企業が僕にオファー出してきただけなんで、ね。ね、そんなにたくさんもらってないですよ。当たり前の金額しかもらってない。いや、ほんとね、それで拡散したのがね、30代前半の頃ね、僕が同人誌やってた頃ですかね、まだね、デビューして何冊も出してない頃、お世話になった昔の仲間が拡散したんですね。いや、ほんとね、それ見て、がっかりしましたよね。同人誌時代のね、仲間ってね、大概裏切りますよね。誰か一人を売れると。なんかね、漫画サークルでも誰か一人を売れると、後のやつが軒並みね、足引っ張るとかね。まあ中には祝福してくれる人もいるんだろうけど、そういうのがね、なんか人間って浅ましいなと。男の嫉妬って醜いなと思いましたよ。で、その中でもね、あ、こいつはこういうことをリツイート面白がってしてない。こいつはしてるっていう、大体人間性が割れましたけどね。まあそれも付き合う人によって、いろいろなんでしょうけど。まあね、それから、最近ね、ツイッターでね、僕の誹謗中傷を繰り返します。これはね、もう弁護士事務所に行って、それなりに法的処置を取ろうかなと思っております。というのはですね、山口敏太郎のアトラスラジオ面白いよって言いながらも、リンクしてるのがね、統一教会絡みの、ページだったりね。で、まあとにかくね、やたら誤解が招くようなことしかやってないですよ。この、で、あいつの本名も知ってますし、あいつの会社も知ってますから、もうね、僕はね、それなりの手を打とうかなと思ってます。こいつも昔の友達なんですよ。で、全然売れなくて、ブレイクできなくて。それでもう山口とは縁を切ったとか言って、ボロクソに書いてる割にはね、切った日付が間違えてるんですよ。都合のいい時だけ利用して、都合のいい時だけ、悪口を言ってる。切ったって言っても一緒に取材行ってるじゃん。別に普通にニコニコして話聞いてるじゃねえか。ねえ。ちゃんと音源も残ってるんだぞ、こっちに行って。もうそんな感じですよ。もう、ひどいもんじゃないですよね。それでね、悪口を言うと、その後特消してるんですよね。すぐ、後がつくからね、証拠が残らないで消すんですよね。まあ、全部残してますからね、こっちはね。まあ、これとかもね、いや、本当にもう、法的処置を取らないと、わからないんだなと。会社の上司に言わないとわからないんだな、というふうに僕は思ってます。本当に残念でしょうがないですよ。他にもありますよ。岐阜市にね、行った時、で、岐阜市に行った時もね、
あの停電措置を関東で船橋でやるとか言って停電されちゃうと、あの頃玉色の編集を受けてましたから間に合わない、これどうしようってことになって、それで急遽社員とバッグを積んで岐阜の方に逃げたんですね。で岐阜の方に逃げて、ここだと電気が使えるってことで無事玉色の編集を終えたということがあったんですよ。まあそれが恐怖の細道っていうお化け屋敷につながっていくんですけど、なんかそれだけを見てね、山口っていう作家がね、東京から逃げてきた、東京で被爆するのを覚悟で残ってる人たちがかわいそうだ、自分だけ逃げるなんて許せないみたいなこと書いたやつがいるんだよ。違うって、間に合わないから、仕事が間に合わないからやむを得ず来たんだって。まあそれで定着して岐阜にね、お返しをしようということで恐怖の隅が始まったんだけど、もうね、親の顔見ても見てみたいですね。なんか山口敏太郎がこの近くに来てるらしいけどね、なんか自分だけ助かって、放射能から助かって、とんでもねえやつだみたいなこと書いてる中学生の女の子がいるんですよね。まあみっともなかったですね。もう家まで見に行きましたけどね。まあこの親ありってこの子ありって感じなのかなという感じですね。他にですね、ひどい目にあったっていうのはね、自分の作品をね喋ってるだけでパクリ疑惑って言われたことありますよ。僕はね、本名自体に本名で風間俊之で、本コアに出したことがあるんですね。でこれ霊光さんテレホンカードが欲しいって神さんが言ってて、それで、まあ、出したんですよね。まあそれはそれでいいですけど、赤い服の女っていう話を出したんですよ、うん、大好評で、でドラマ化しちゃったんですよね、本コアが。稲垣吾郎を中心に。そしたら1回目にね、そのね、赤い服の女がねドラマ化されたんですよ。で、だいぶ舞台をね、荒川区って買ってましたけどね、徳島市じゃなくて荒川区に。まあ大体大筋話はその通りでしたよ。まあそれでまあ良かった良かったと思ってたんですけど、そしたらですね、しばらく経ってね、怪談グランプリでね、その話を僕がしたら、山口はパクってる、本校の1回目のドラマと同じでネタだったから、パクるわけないじゃんって。だって本校で連載してるんだよ俺、連載してパクったらあいつパクったって編集長に言われちゃうんだよ。もう分かりきってるんだよ。でパクったじゃなくて、あれ俺の作品だから、狭間俊之の、俺の作品だから。でまあ狭間俊之って当時1回目の時にも表示されましたよ。え、それなのにパクってるとか、とんでもないよね。いやほんとね、あの人たちはね、ああいうふうに悪口を言っといてパッと逃げちゃう人はいいねと、一般人はすぐ隠れちゃうから、もうほんとこれもね、賠償してやろうかなと、損害賠償してやろうかなと思いましたよ。ほんとね、悪質、人のをパクったって、人のをパクるわけないじゃない、まあ、俺の体験だからね。だからどうなんだろうね、あれが。まあね、あれがまあね、素人なりにね、多分高校生か中学生なんだろうけど、考えた正義心みたいなもんなんだろうけど、よく調べろよってね。だから最近はね、赤い服の女が再録されたら僕のところにも送ってくるようになりましたよね。
ね、これ山口さんのだってあの理解してるからね。まあね、応募した当初はね、全然連載する予定もなかったんですね。でその後山口敏太郎というペンネームが決まって連載が決まったんだけど、まあなんか平気で人のことをそうやって批判できるよね。でそれが中に勘違いが隠れているとかね、ミスリードが隠れているにもかかわらずね、他にもいろいろありますよ。まあまあこんなことはしょっちゅうですよね。私ね、まあプロとなったらそれは有名勢だって言われるかもしれないけど、まあ納得いかないね。あとね、出版社にパクられたことがありますよ。出版社の方に企画書を若手時代に出したことがあるんですね。あのね、泣ける怪談とね、それと某怪談シリーズの復活みたいなことを出したら、そしたらね、その企画書だけ持って行って、あの僕は外されて企画だけ持ってかれちゃったことがひどかったですね、まあそれが某怪談で有名な会社なんですよね。で あの頃はね、僕はそこまで有名になるとは思ってなかったんでしょうけど、まさかね、企画を盗んだ若手ライターが後に山口敏太郎として出世するとは思ってなかったらしくて、ね、もう終始僕を潰そうと必死になってますけどね。最近はイベントのルールをパクったりね、もうひどいのなんのって、極悪人ですよね、本当に。いやまあひどいですね、あれもね。であとまあ某あのね、週刊誌、あ月刊誌ね、あのオカルトがいっぱい載ってる、まあ編集長もね、あの横暴ですよ。あの神谷くんで、うちのライターがいるんですけど、神谷くんが引っ越して仕事が受けれないって断ったことがあるんですけど、まあどうしてもそういうのってライターって断るんですけどね、ね、仕方なく断るじゃないですか。それをね、じゃあもうお前は一生うちの仕事をやらないんだなって言って、それ以来干されちゃったんですよ。そんな話ってありますか。強引なのも程がありますよね。そういうライターがね、3人4人いるんですよ。である編集者が俺と飛鳥さんの本を編集したんですね。そしたら電話かけてきて、お前うちの悪口言ってねえだろうな、言ってれば訴えるぞって、訴えてみろよ、訴えてみろ、逆に訴え返してやるよ、あんたのやってる不正事実をな。いや本当にね、おかしいんですよ、そんなことばっかりやってるんですよね。であとあの別の会社のね、オカルトの専門誌のところに電話かけて、山口を使うなって。で結局俺はそこ切られちゃいましたからね、1回目大好評だったのにね。いや本当勝手だよね、もう誰が切って誰が圧力かけたかみんな分かってるんだけどね。まあそのくせ俺様は編集長って、もうこうふんぞり返ってるからね、アルジュのくせにね、ふんぞり返ってね、俺様は編集長、俺の言うこと聞けみたいな、そんなことってないでしょ今時ね、ありえない話だから。会社の金パクってね、下腹に色つけてね、400万円で済む下払いをね、500万円払って100万円余分に行って、それを折半する、アコギですね。どこの誰かとは言いませんけども、皆さんよく分かってると思います。まあ、そういうことばっかりやってるんですよ、でオウム真理教事件の時もオウムを絶賛してたんですよ、ね、超能力特集があって、終わったところにオウムの記事が載ってると、そういうことやってて責任取らないとおかしいですよね。
だから間違えてるって言ってるんですよ。あの男は間違えてると。なのに責任すら取らない、謝罪すら行わない、断った編集者を圧力をかける、ね、全然関係のない仕事として、ね、俺の対談をまとめた編集者に圧力をかける、おかしいでしょうね。まあそういうのがね当たり前になってるんでしょうね。まあ結局そうやってね、あの余分な金いっぱい盗んでね、どんどんお金増やしなさいよ。いずれ天罰が食らいますから。だいたいそのあなたの上司もね、ここまで暴露されてね、誰も気がつかないわけないですからね。ね、雑誌のためにタダで出ています、僕はテレビタダで出ますって、ちゃんとイベントのギャラも受け取ってるのにね、違う人の名義のギャラ口座でね、そういうことやってるんですよ。悪い男ですよ。まあそう、まあ大概わかりますね。まあそういうのとかね、いや本当巨悪と戦ってきましたよね僕は本当に。で巨悪もね、やつらもね、俺が潰れないから不思議なんだろうね。俺は潰れないですよ、この調子で行きますからね。だからね、まるで俺とその巨悪のやつらがね、なんか喧嘩してるのが問題だみたいなこと言いますけど、いやそれじゃないって、喧嘩じゃないよって、あいつが圧倒的にアコギなことをしてるから俺が嫌がってるだけの話だってね。それをね、大人じみて認めるっていうのは間違えてるんですよ。ね、いくらでもやればいいじゃないか。訴訟でも何でもいいよ。いくらでも出してやるよ、証拠。決着つけようぜ。って感じですよね。まあ、偉そうなこと言っても、ね、水木さんの葬式であっても目をそらすぐらいだからね。おど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 して、酒飲まないと大きなこと言えないくせにね。まあそうやってせいぜい小物のくせに大物ぶって、大物の社会人ぶって、無頼派だぶって、無頼派だ、俺様は無頼派だなんて言ってるけど、単なる酒飲みの単なる気の弱いサラリーマンじゃねえか。本気で喧嘩する気あるのかって感じだよね。とにかく本当にいろんなことがあった。まあね、本当にあったんだよね、いろいろね。いや本当にあるんですよ。あのこの前のね、まあある編集者がね、あのまあ俺の親しく知ってた編集者なんだけど、黙ってねプロレスを仕掛けてね、俺のことを何だか言ってんのよ。そいつが作った本でね、どっか田舎の方の大学の民族がやってる人が、俺の日記かなんかツイッターかなんか見て、これは民族学的ではないとか言って分析してんだけど、あのねツイッターとか日記みたいなものでね、民族学的に話すわけないじゃん、バカじゃないの。民族学的に書くっていうのはそれ論文とかね、そういうんじゃないんだから、そんなの言うわけないじゃんね。それなのに山口は民族学的ではないとかね、いろいろ書いてあってね。でも、もうすかさず怒って電話したんですよ。版元の社長に。版元を知ってるからね。じゃあ、すいません、とか言って。そしたら編集者から電話かかってきて、俺よく知ってる編集者なんですよ。いや、すいません、プロレスのつもりでしたって。いや、プロレスっていうのは、大体、お互いの、売れ方とかが大体同格ぐらい、大体同格かなっていうぐらいがないといけないのに、あんな無名なやつとプロレスやるわけないじゃん俺が。でプロレス業界だとプロレスやるときは大概向こうにも話をつけてるんですよ。あ、すいません今日乱入しますんでって、電話一本でも、そういうものなんですよ。それが何の連絡もなくね、無名のやつが、
単なる売名行為ですよ。いや本当ね、あれ参りましたよね。もうだからもうその編集者とは付き合ってないですね。信頼関係が失われましたよね。プロレスっていうのはね、あらかじめちゃんと教えてくれないとダメですよね。他にもね、他にもいっぱいありますよ。他にもなんかくだらないこと、なんかね、某局に昔話の場所を訪ねるやつをやりましょうって出したらさ、俺が見てると企画だけそのまま持ってかれて、また放送作家の友達中で出したんだけど、企画だけ持ってかれちゃったんですよね。もうそういうの多いんですよ、企画泥棒っていうのはね。だからね、出版社とか版元とかね、企画泥棒とかね、イベントのルール泥棒とかね、そういうやついっぱいいますよ。そういうやつをだいぶ駆逐したんだけど、まだいる。で、テレビ東京とか系列の下請け制作会社に、まだね、ベタなね、心霊動画を見てね、なんか、ミステリーだとか言い張ってるやつがいて、で、そいつらはね、山口敏太郎をマークしてる。とんでもないと。俺のこととんでもないって。とんでもないのはどっちだって。インチキな動画を本物だって言って、ね、子供たちを路頭に迷わすようなことをしてるのはどっちなんだって。で、そいつらの言うことを真に受けちゃうバカがいるんだよね。たまにね、山口は芸能界で干されてるって思い込んじゃったバカがいるんだけど。いや、全くね、ひどいですよ。まあそういう奴らはね、相変わらずそういうくだらない番組作っていただいて、まあ僕がね、ずっと指摘した通りの、このね、しょうもない番組をやってください。僕はテレビ東京でやってるのは比較的真面目にやってるやつが多いですね。うん、まあ、あれですよ。UFO とかやってますから、ね。いずれ心霊も乗っ取ってやりましょうかね。ね、もうあんなひどいのはね、もう金輪際やめてほしいなといった感じですね。まあそんな感じでしょうか。まあね、今日はね、今まであったひどい思い出、ね、暗くなるような暗い思い出を語ってみました。ね、横で太郎がキャーキャー言ってて申し訳なかったんですけど、ねえ、かみさんいないで、僕は太郎と、今留守番中なんですけど、まあね、この子はね、曲がったことはしてほしくないなと思ってます。うん。まあ、許せる範囲がありますけどね。プロレスでもね、許せる話の盛り方とかね、ああ、これくらいだったらまだいいかなと。やりたい放題やっちゃうっていうのはどうもいかがなもんかなと思っちゃってますけどね。はい、こんなもんです。アトラスラジオ、山口敏太郎でした。それでは次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。山口敏太郎でした。それでは皆さん、さようなら。また次回、異界でランデブー。それじゃあ、さよなら。